はい、始まりました、萌えドラチャンネル。はい、なんか YouTube みたいだね、これね。完全に YouTube でしょ、これね。ちょっと CBC もですね、その YouTube みたいなことをやりたいなと思いまして、はい、まず最初はお二人とも YouTuber ということでカットボールチャンネルイバ TV ということでお二人にちょっとお話しいただきたいなと。 YouTube チャンネルやっぱ大変ですか、いろいろと。いや、全然大変じゃないです、僕は。もう全部任せて、その場何やるか分かんなく行って、はい、さあこれお願いしますってぐらいで予測はしていく、行くんですけどね。ああ、予測はしていくんですね。でも大体当たんないですよね。大体当たんない。で、僕は動く方だ。なんか、ああ、いろいろ投げたり、教えたり。まあ、誰かさんのモノマネしたりとかさ。それ見た。モノマネ見た。一番受け取ったというね。やっぱお互いのチャンネル見られたりとかするんですか。なんかね、あの人の見てても、たどり着くのは謙信とか、こうなんか関連動画とかで関連になっていくから、必ず入ってくるのが里崎とかね。あ、多いよね。なんか徳島、同じ徳島としてすまないね。というわけで CBC 野球中継「燃えよドラゴンズ」というタイトルなんですけども、はい、その新企画で始めたいと思います。はい、今回ですね、川上井端の滑らない話シリーズとちょっと勝手に題しましてちょっとこんなテーマをですね用意させていただきます。はい、はい、2007年の日本一の裏話だとか、キャンプの地獄、はい、ノック、あ、これまあいろいろ WBC の裏話だとかね。で、これどれか選ぶと。そうですね。まあまあ2人でね、喋れる、まず日本一の裏話、2007年日本ハム、日本ハムね。これだけどあれだよね、最初クライマックスが始まった年だよね、セ・リーグが。あ、そうなの、あれ確か。そうだって日本一って多分リーグ優勝してないから、この年からセ・リーグがクライマックス始まって、これであれよ、無敗で勝ち上がったんだっけ。そう、あの時って朝倉健太とかも、そういたよ、中田とか病、病の大ちゃんってそういう時しかいないもんな。なんかだから病の大ちゃんはあれじゃん、わかんないんだよね。その時立浪さんがずっと「お、松茸来るん」ってずっと言ってたでしょ。マスタケの時期にやってくるから、そうそうそう。喋りづらいけどね、これ2007年の日本シリーズだって初戦謙信でしょ。そうでしょ、そのクライマックスから唯一負けた試合に投げたんですもんね。そうそうそう。でもあれ最初の3点だけなんだよね。この後ノーヒットだった。そう、知ってる。そう、ノーヒットが抑え、はい、あれセギノールやったんだ。セギノールにスリーランだったんだよな。セギノールはあれ俺からホームラン打って本当はクビだったんだけど契約が来年またあったっていう。ホンママジマジ、セギノール言っとったもん。言ってたもん。言ってた、もうありがとう川上って言って、もう一年伸びたって、もうお前本当は俺クビだったんやって。それあの後のボーカーみたいな、もうボーカーみたいな感じの。そうそうそう。その2戦目に確か山本さん、また山本さんかな、中田さん、え、中田やね。でも山本さん投げてないんだ。山本さん投げて怪我してたんかな。それで病が上がった、ね、上がったんかもしれないね。病の大ちゃんもほんま首かかっとったんだけど、あれを抑えて、うん、もう一年伸びたっていう。で今まだやってると、まだやってるという。だからあのきっかけがやっぱあるんだね。だけどあのノーヒットノーランのあの時ってもう完全に病大輔は行くもんとは野手も思うよね。いや俺正直ノーヒットノーランでやってたのは知ってた、うんうん、でもいやもう、 こう最後は岩瀬さんだろうって。あ、まあ1年間やったから50何年日本一になってないし、 まあ、あそこで例えばひっくり返されて、その後また北海道行ったらちょっとこれえらいことになるなっていう、うん、そうやな。ここでちょっと叩いとかないと。だからもう9回は岩瀬さんだろうと思ってマウンドに勝手に行ってたらやっぱ岩瀬さんが出てきたから、まあこれ個人的な意見、うんうん、やっぱ岩瀬さんは1年通してじゃん、うん、なんだからやっぱあの場ではやっぱ岩瀬さんの方が絵的にはね、今でも良かったのかなっていう。あれロッカー乗ったんや俺。あ、そうなの。ロッカーで、うん、あの荷物整理っていうか1対0やから、うん、一応気持ちを切っちゃいかんやん。まずね、胴上げの準備もせなあかんけど、うん、いかんいかんとか言って俺もきちんとスパイクをこうしっかりもう遠征の準備して、遠征の準備してで、アンダーシャツも北海道やから長袖と半袖、10枚ずつこうってやって、終わったら向こうでビールかけだとか最後の祝があるなとか、はい、だから T シャツだとかなんかあのワイシャツとか見れないかなといろいろやっとったよ。
ほんで9回さあ行こうと思ったら奥のあのガーって以来でさ誰が今これ来るんだと思ったら山に大ちゃんが入ってきてさどうした大ちゃんって言ったらいやいや言ってるからその後森コーチが来てさ、はい、おいどうすんだよみたいな感じになってでなんか何やってんだろうなんかどうなるんだこれって思ってそしたら森さんがそのまま出て行ってさで大きい声で言わせとかってなんか声が聞こえるわけよもう呼んでんのかなってもうみんなベンチか行くんかなと思ったよあげろ胴上げのために行くと思ったよあそういうことやるんかなと思ったらでまたこうやってスパイクこうやって丸めて靴も丸めてパッてやばいじゃんなんか下向いてがっくりしとるからお前こいつ何そうかなと思って話しかけちゃいかんじゃん普通そういうのってちょっとそこそこそこって言ってさ言ったいや頑張れよったらいや交代ですって言ったらえなんでっつってもう少しやんかなあ言ったらはい何しか交代なんですよみたいな感じ言うから俺はてっきり自分で言ったんじゃなくてコーチがもう交代させたと思う行きたいですみたいなことは言わんかったあの入ってきた瞬間にも下向いてなんかああみたいな感じあれ問題になっていまだに問題になってるよねあれねそうでしょだけどなんかいろいろこうね喋ってるのをね、うん、大ちゃんのも見たしなんか豆がどうのこうのとかそう豆がとか言ってやま、ね、ダメですって言った言わないとか真実じゃないか真実はねあそこのなんだろう名古屋ドームのあの時の2007年のロッカーのカメラは川上は見たみたいな感じ後ろについて声も音声も入ってたからね上原っていうの野球のユニフォームの着るセンスって本当なかったよねなんか吉信ってね一人で全部やっつけていくみたいな感じじゃない吉信ってなんか、うん、ひどい時はあれ途中に投げ取ったよねリリーフでそうそうたるメンバーが1イニングずつ行って全員からヒット打つっていう